私の名前はパニコ。都内の総合商社で OL をしている26歳です。最近では大きなプロジェクトを任せてもらえることも増えて順風満帆な日々を送っていました。プライベートももちろん順調。入社してから交際している彼氏の深夜と付き合ってからもう今年で3年目。もうすぐ記念日なのでプロポーズされるんじゃないかって今からとても楽しみなんです。でも最近の深夜はなんだかとても仕事が忙しそう。前は休日になると必ず一緒にいてくれたのに、最近は全く私の相手をしてくれなくなってしまったんです。ああつまんないの。深夜は今日も仕事か。最近休日出勤ばっかりじゃない。もうすぐ付き合って3年目の記念日なのにな。私はもう1ヶ月も深夜とデートをしていませんでした。今日も休日だけど暇なので一人でダラダラとテレビを見て過ごすことにしました。でもね、ようやくなったんです。私のスマホが深夜からの LINE だ。やった、待ってました。今仕事終わったわ。深夜お疲れ様。マジで俺レベルになると課長からの信頼もプレッシャーだわ。課長さ、もう俺に頼りっぱなしでさ。そうなんだ。お前は女だからわかんないだろうけど、俺なんて今度のプロジェクトの責任者になっちまったんだよ。期待値高くて困るわ。責任者なんて本当にすごいね。だろ。まあな。てかお前だったら絶対に無理だよ。俺みたいにほんの一握りの天界人ってやつ、つまりさ、才能あるやつだけが生き残れる世界だしな。私にとって深夜は生まれて初めてできた彼氏です。だから私は深夜にベタ惚れなので、こんな深夜の自慢話も毎回鬱陶しく感じることなく本当に心から尊敬していたのです。深夜がマウント男だってこともこの時は全く気がついていませんでした。タデ食う虫も好き好きってやつですよね。そういや来週の日曜日なんだけどさ、久しぶりに二人で夜出かけないか。大事な話もあるんだ。わあ、久しぶりのデート。うん、嬉しい、楽しみだわ。しかも来週の日曜日ってその日は、待って、これって石子。そう、来週の日曜日は私たち二人の付き合って3年目の記念日なのです。これはプロポーズに違いない。私はそう確信しました。もうすでに浮かれ気分の私、翌日会社に行くと相当ゆるゆるに緩んだ顔をしていたんでしょうね。会社に到着するや否や、会社の後輩ゆめちゃんが私に話しかけてきました。タニコ先輩、どうしたんですか。なんかすっごいニヤニヤしちゃってますよ。なんかいいことでもあったんですか。おはよう、ゆめちゃん。やだ、わかっちゃう。やっぱり実はね、私ずっと付き合ってた彼氏と結婚する予定なの。え、結婚するんですか。やばー、マジですか。で、お相手ってどんな人なんですか。お相手は本当は内緒なんだけどね。まあ、ゆめちゃんならもう話してもいいか。絶対に内緒だからね。あのね、社内恋愛だからずっと秘密にしてたんだけど、営業部の深夜さんなの。は？嘘。マジ？営業部の深夜さんって、あの女泣かせの深夜さんで会ってますよね。そうそう、そうなのよ。あの女泣かせのし、え、で、は？え？あ？にゃ？先輩、大丈夫ですか？壊れちゃった？女泣かせの深夜？え？先輩、もしかして知らなかったんですか？あんなに有名なのに。私はそんなこと聞いたことないんだけど、ちょっとゆめちゃん、それ詳しく話を聞かせてくれる？え？全然いいですけど、でも先輩、倒れちゃうかもですよ。そして私はその日、ゆめちゃんに女泣かせの深夜についての話を全部こと細かく聞くことになりました。話によると深夜はとんでもない男でした。絵に描いたようなドキュン。だから私はゆめちゃんからの話を頼りに深夜を徹底的に調べることにしたんです。するとなんとそこにはさらにとんでもない事実が。もう100年の恋もさっぱり冷めてしまったんです。
のドキュンめ、まさかここまでゴミ野郎だったとは。なんて愚かなの。絶対に許さないんだから。私は深夜との決別と同時に復讐を誓ったんです。必ず復讐のチャンスはあるはず。そのチャンスを逃がさないようにして、このボンクラをギッタギタにしてやるんだから。そしていよいよ運命の日曜日、深夜は私をありえない場所に連れて行きました。パニコ、最近なかなか時間作れなくてごめんな。今じゃ俺はエリートサラリーマンだろ。仕事が本当に忙しくてさ。そんでこの後なんだけど、これに乗るから。深夜はなんとサプライズと言って私をヘリコプターに乗せたのです。パニコ、俺たち付き合ってもう3年だろ。だから俺、結婚してやってもいいぜ。は？俺、来年には課長代理に昇格するし、お前にはもったいないくらいの男だけどさ。そんな俺でも平凡なパニコとなら幸せになれると思ってさ。これからお前の幸せな人生の幕開けだよ。これからのことは何も心配しなくていいからな。俺のことを信じてついてこいよ。何？俺って硬派だし、顔だって平均以上だし、年収だって高い方だし、それに実家だって金持ちだし、俺のばあちゃん地主なんだぜ。どうや？で？はあ、悪い悪い、ついプロポーズを完璧にしようとしちゃって、ごめんな。俺の魅力ばっかりの話になっちゃって。俺完璧主義者だからさ、プロポーズの返事は後で聞くから。この後は二人で食事だぜ。実はめっちゃ美味しい店を予約してるんだ。俺のような男が普段どんなものを食ってるか知ってもらいたくてさ。さ、行くぞ。ヘリはもう終わり。最高だっただろ。とにかく飯だ飯。行こう早く。黙って俺についてこいよ。私はもはや口を開き、何か言葉を発する気力さえ失うほど呆れていました。すると次に深夜はとある寿司屋に私を連れて行きました。これにはあぜんっていうより来たんです、チャンスがね。ねえ深夜、連れてきたいお店ってここ？ああ、ここの高級寿司屋マジでうまいんだぜ。ここらじゃ有名な人気店なんだ。予約なんて半年待ち。ま、俺みたいなレベルの男になるとこんな店の予約も朝飯前だけどな。そうなんだ。でも本当に大丈夫？深夜は私の話なんて上の空、ウキウキした様子で寿司の注文を始めました。目の前にはこの店の店主が腕組みをしてこちらをじっと見ていました。ご注文は？じゃあマグロとハマチ。大将、今日は彼女にプロポーズをした最高の日なんだよ。ま、俺はエリートサラリーマンだから結婚相手としては申し分ないだろうけどな。だから今日はそんな俺にふさわしい最高のネタの用意お願いしますわ。はいはい、最高のネタね。なあパニコ、さっきの話なんだけどさ、俺と結婚したらお前はもう仕事辞めろよ。え、前は結婚しても仕事はずっと続けていいって言ってたのに？そうだったっけ？でもさ、いろいろ考えたらやっぱ俺レベルの男になると奥さんには家庭に入ってほしいんだよな。俺のステータス的にはそっちの方がいいかなと思って。深夜のステータスのために私は仕事辞めなきゃいけないのね。俺みたいなできた旦那がいればもう仕事する必要はないだろう。お前の稼ぎはたかが知れてるし、そもそも結婚後のお前の役目は黙って俺の帰りを待つ良妻だしな。簡単だろ。私やっぱ結婚やめた。え、お前、ちょっとパニコ、何言ってるんだよ。どうしたんだ急に。俺と結婚しないでどうするんだよ。お前、俺を逃したら今後いい男なんてどこにもいないぞ。だってさ、お父さんどう思う？結婚だと？却下だ却下。ちょっと待って、お父さん？え、大将？え、大将？まさかパニコの音。そんな男はダメだ。ここがどこだか分かってるのか。まったく、ここはパニコの実行だぞ。は？え、嘘だろ。深夜はアホ面をして完全に固まっています。まるでマネキン。何も言えずに唖然としているマネキンに私は言ってやりました。あんた何にも知らないでのこのこ私の実家に来たのね。そうとも知らないででっかい態度取っちゃって。
あんたみたいなのを抜け作って言うのよ。父が抜け作に向かってさらにこう言いました。さっきから聞いてりゃくだらん自慢話ばっかりじゃないか。だいたい君の支払いはいつも経費で落とせて、自分で支払いをしたことなんて一度もないだろう。それをここは俺の行きつけの店みたいに言われてもな。うわ恥ずかしい。さっきのヘリコプタープロポーズも相当恥ずかしいけどさ、口から出まかせばっかり言っちゃってこのはったり野郎。私は恥ずかしさのあまり真っ赤になっているはったり野郎にさらに追い打ち。それに私全部知ってるんだからね。この際せっかくだからここで全部はっきりさせてやるわ。はっきりさせる？全部知ってるって何のことだよ。ようやく言葉を思い出したはったり野郎、ムキになって私に歯向かってくるから全部バラしてやったの。あんた社内の女の子と散々浮気してるでしょ。調べたら出てくるわ出てくるわ。何が女泣かせの深夜よ。このネーミングだってあんた自分でつけたんだって。寒な、なんでそれを。仕方ないだろ、俺はモテるんだ。でーけ、女子社員たちにあんたが陰でなんて言われてるか知ってんの。私ね、女の子たちからリサーチしてきてやったの。なんだよ。聞きたい？教えてやってもいいけど泣くんじゃないわよ。ちゃんと最後まで聞く覚悟あるんでしょうね。当たり前だろ。どうせモテすぎくんとか王子とかプリンス深夜とかパニコがやきもち焼くようなあだ名ばっかりな。絶対に最後まで聞きなさいよね。途中でギブするんじゃないわよこのヘタレ。ヘタレだと？なあ聞いてやろうじゃないか。パニコこそやっぱり俺と結婚したいなんてまた言い出したって。俺はズボンのチャック締め忘れ課長代理、寿司寿司すすりたいけどコンビニくん。え？深夜営業妨害遊牧の俺レベルレベル低すぎ低すぎくん。ひらがなプロジェクトリーダーしんちゃん。ちょっと待ってくれよ。あれあれ最後まで聞くんじゃなかったの。凡庸エリートマン深夜っ子、忙しいんや慌ただしいんや対象の深夜。パニコもうそろそろ ATM 深夜支店、深夜銀行女子支店。頼む限界なんだ。新進資金借りま深夜、限界集落出身や。深夜泣き出しちゃいました。あんたさバレないとでも思ってたわけ？散々会社の女の子に手をつけて、それで金に物を言わせて、女の子たちだって金で言うこと聞かせようとするって困ってたわよ。おまけに散々マウント取って、いつからかみんなの笑い物になってるのさえ気がつかないなんてアホなんじゃないの。するとあろうことか深夜は私にすがりついてきたんです。頼む俺を見捨てないでくれ。俺は本当に今はパニコだけなんだ。今は？今はってことは今までの3年間は違ったってことよね。こりゃそうだろう。この間は違う女とここに来てたもんな。しかもそれを会社の経費でな。うわ最低。こんな人こっちから願い下げだっつーの。そんなパニコ待ってくれよ。今回のプロポーズのためにボーナスもつぎ込んだし、ヘリコプターもローンなんだよ。他の女の子のことも全部切ったのに。あら足を洗えば過去のことは水に流せるとでも思ったの？だから流木なんてあだ名までつくのよアホ。人生そんな甘くないわよ。散々社員の女の子と浮気して女遊びしておいて、いらなくなったら捨てて、はい自分は結婚だなんて、そんなうまい話があるわけないでしょ。そんな待ってくれよ。俺はこれからどうすればいいんだよ。深夜がそんな泣き言を言っていると、奥の個室の扉がガラリと開いたんです。そこにいたのはなんと会社の社長と副社長、そして課長でした。今までのやり取りは全て聞いていたようで、皆さんカンカンに怒っているみたいですよ。深夜は青ざめて歯をカタカタ鳴らしています。終わったねあんた。そんな、いやこれはお父さん塩持ってきて。おーやおりゃくらえ、女を何だと思ってんのよ。私は思いっきり深夜に向かって塩を投げつけてやりました。うわっ
深夜は泣きながら頭から塩をかぶり店から逃げていきました。その後深夜は職場での女遊び、経費の不正使用、どの超えた行動で会社をクビ。それを機に社内の女性たちが深夜被害者の会を設立。深夜は何人もの女性社員から訴えられているとのことです。どうやら実家に泣きついたらしいけど感動されちゃって、アルバイトをしながら各方面にお金を払って借金までしてるんだとか。そして私はというと、仕事では働きぶりがさらに認められ、来年の春には昇格が決まりました。今では部下もたくさんいて、女性としての幸せを別の形で掴んでいます。結婚だけが幸せではないことを感じて、毎日生き生きしてる自分が今はとても好きです。ほんと、あんな奴と結婚しなくてよかった。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。